もし連れてってくれるなら荷物持ちくらいはするし、助手として使ってもらってもいい。もし連れて行ってくれるなら荷物持ちくらいはするし、助手として使ってもらってもいい。いやマジで助手に聞こえる。すごい、ね、これもちょっと僕オファーいただいた時に、はい、どういうことって思ったんですけど、どういうことなんですか。まあ、これも、はい、僕が村瀬さんに女性やってほしいからオファーしたんですけど、はい、まさかの、はい、そうです。あと与永さんとコンビでやってほしいなみたいなのもあったんですよ。これはもう本当にそういうキャスティングなんですね。そうです、そうです。もう石川さんと瀬戸さんもそうなんですけど、組み合わせがこうだとなんかファンとしては嬉しくなるなみたいな組み合わせでオファーさせてもらって、でいつの日か村瀬さんに女性役をやってほしかったんですよね。なんと。でアフレコの時もあったと思うんですけど、ちょっとボーイッシュな女の子なんですよ、エルスっていうのは。そうなんですよ。やっぱり、はい、そのなんかそういう意味では適任というか、ボーイッシュになりますもんね。いやもうなんか嬉しい。いやでもなんかすごく反響が僕の方にも大きくて、うん、やっぱやるってなってから、やっぱお手紙とかでも、うん、女役やるんですねみたいな、うん、待ってましたみたいな。でもいや待って、大丈夫かなっていう感じと、うん、でもやっぱり収録の時もね、すごい丁寧にいろいろと教えていただいて進めさせていただいたので。そうなんですよ。でキャス